ついた？ OK かな。ついた。じゃあ、作りますか。チャーシューを。はい、ただいま。何やろう、チャーシュー調べよう。作り方。ただいま。まずは豚バラ、タコ糸、ニンニク、醤油、料理酒、きび糖、塩、コショウ、分量外、塩、コショウ振ってラップをかぶせ綿棒などで叩くと。 OKOK、 塩、コショウからだ。塩コショウで綿棒で叩く。うんうんうん。オッケー、わかった。で、醤油と酒が1対1か。ただいま。よっしゃ、やるか。で、充電しながらやるからこうか。バッテリーを挿すと。で、こうかな。よし、充電できた。移動します。金髪にしたよ、達也さん。なるほどね。どうすか。これで見えるかな。ちょっと待って、角度が。角度どうすればいいんだろうな。これが限界か。こうするしかないよな。これで見えるかな。こんな感じか。これしかないな。これでいい？ OK。 見えるかな。じゃあこれでいきます。料理しながらなんで米ビューつけます。コメント読み上げつけて、でみんなの声が出るかな。これで多分声が聞こえるはず。あれ声出る？ボタンバラ、原実さん、まずは洗い物からスタート。そうそうそう。男の一人暮らしだからだらしない。クモモンさん、誰も喋ってなかったようです。W。
ットが詰まってる、まあ、最悪ネットが詰まってる。方法手段だよ。お、キャスリポさんだ、久しぶり、元気？キャスリポさん、なんか TJ さんが怒ってたね、キャスリポさんがリポートしてくんないって晒すぞとか言ってた。なんかツイッター見たんだけど、クソ笑ったんだけどキャスリポさん下手な配信者より有名人だから。完全、あー最悪。うわ、消費者ぶしぶりじゃない、キャスリポさん。キャスリポさん、こちらのアカウント知りませんでした。あー、最近、去年のね、末からやり始めたんですよ、またドカソ生主になっちゃったけどね。まあ、一からスタートですね。リスタート頑張ります。ツイキャスでも。最近始めたんですよ。もうまったりだけどね。全然力なくなっちゃって。過疎生主ですよ。ニコ生からね、移動した時はちょっと影響力あったけど、今ね、もう無理だわ。しっぽりやってきます、しっぽり。ゆっくりと、着々と。料理酒と、あ、ポイントを置いて、もう身内でやってて、まあ今年中にレベル50になれたらいいかな。今年中にレベル50になれたら、それ目指して頑張ります今年の末ぐらい、捨て頃とかで、こう、ブレイクしたらいいなと思って。ゆっくり、じゃやるしかない。今こんなね、誘ってたらコラボとか誰からも誘われないですね。死んだ犬ですよ、死んだ犬。皆さんね、このキャスリポさんっていう人は、ふわっちとかでもいるでしょ、あの拡散職人、ツイッターでこの人面白いよって拡散してくれる人、それのツイキャスの大御所の人、もう超有名な人だよ、キャスリポさん。ツイッターでキャスリポで検索すると出てくるから、いろんな配信者の面白い特集記事を書いてる人。この人古い人でも何年ぐらいやってます、キャスリポさん。フォロワー数とかえぐいかんね。下手な配信者より力あるよ、この人、キャスリポさん。もし、あの、ツイキャスで面白い人探してる人いたら、キャスリポさんのツイッターフォローするといいよ。キャスリポさんはもう、拡散職人で一番有名な人だから、キャスで。くもぼんさん、配信者ではないんですか？配信者じゃないでしょ、キャスリポさん。俺が知ってる限りでは職人さんだけど、拡散職人ってイメージだけど。わかんない。キャスリポさんが配信者かどうか知らん。本人に聞いてみたらいいよ。バナナナナガバナナバナナさん、キャスが9年目突入らしい。キャスリポさん4年8ヶ月です、ね、あ、もう4年8ヶ月もやってんだ。だってフォロワー数とか数万人いるでしょ、キャスリポさん。えぐいよね。超力ある人だよ、この人。配信会では結構ね、キーマン。いや、もう職人も5年も続けたら数万人いるからね。プロリスだよ、プロリス。まあ、ほら、キャスリポさん。キャスリポさんはほら、ツイキャス専門だから、ふわっち行っちゃってから絡みがなくなっちゃったんだけど、この人結構力ある人だよ。有名だよ、キャスリポさん。その名前のまんまでキャスをリポートしてるって人ね。
ツイッター覗いてみるといいよ。えぐいフォロワー数だから。え、リスナーで配信やってなくてこんなにフォロワーつくのっていうぐらいすごいよ。地道な活動で、まあ面白い記事書くかんね、キャスリボさんは。ちゃんと的確に取材するから、間違った語弊のある情報とかやんないから。今 TJ さんがと揉めてる。 TJ さんのことを全然リポートしないっていう。ちょっと笑ったけど、まあね、リポートする側だって好き嫌いあるじゃんね、配信者ね。この人応援したいとかあるよね。この人は嫌いとか。そんなね、無料で融資でやってんだから文句言うなよって話だな。久保さん、めちゃ配信者のこと知って、そうだね W。 いや、めちゃめちゃいろんな人と繋がってるよ。 TJ が拗ねてるんだ W。 TJ さん拗ねてる。俺が全然リポートされないっつって。キャスリボさん、和解できました、多分。和解できたの？あ、よかったな。あらあら、多分。配信者癖強いかんね。キャスリボさんみたいに中立の目線で広げてくれる人は絶対必要なんだよ。いいところも悪いところも。キャスリボさん、和田さんの配信は朝の集会の時に白ワンピ女性を保護した配信が印象深いです。あれでしょ、浅井さんでしょ。すげえ懐かしいね、浅井さんね。浅井さん、あのカラオケ光の合唱団だ。何年前よ、それも。また、ねえ、またなんか面白い回とかあったら、キャスリボさん拡散してよ。ちょっと今はね、力つけないといけないけど、また面白い回とかあったら、リポートして。おー、ミクさん、お茶箱ありがとう。キャスリボさんにリポートされたら一人前だから。捨て頃までにね、力つけてコツコツやってこう。マリルボーンさん、おはよう。おー、マリルボーン、おはよう。ヤスリボさん、練習配信をこちらでやりますか？あー、どうだろう。まあ俺はね、俺としてはキャス半分、フワッチ半分ぐらいに移行していくから、わかんないな。まだね、フワッチの方が閲覧俺は多いから。でもね、ツイキャスも力入れてくよ。うん。ロードワークとかフワッチでやってるかな、今のところ。まあただスパーリングとかやるときはキャス使ったりとか。まだわかんないかな。ほら、閲覧が集まんないから、おすすめにも載んないから。100人超え始めたら多分キャスの方力どんどん入れていくけど、まだね、母体ができてなくて悩んでるっつうか苦しんでる感じかな。もう、だって閲覧が増えなかったら正直、配信そこでやる意味ないから、だから力ついてきたら多分シフトしていくと思う。ツイキャスの方に力入れていくと思う。今年の目標がレベル50だから、多分ね、ワンチャンいけると思うんだよね。あのネームバリューはあるから。ヤスリボさん、でももう F36 年ですね。あ、そう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 。まあでも30から厳しいよ。1ヶ月で30だから悪くはないと思うけど、さすがにね、こっからはあの3桁キープしていかないとレベル上がんないね。3桁に早くなりたいよ。3桁に。ありがとう、マリルバオ。コンティニューコイン1枚誰かいただけると嬉しいです。あとはお茶箱で無料分はお願いします。ゆっくりやっていきましょう。ステゴももともとキャスのイベントだしね。お茶バックありがとう。コンティニコインありがとう。レベル29になったばっかりだから、
40代レベル40からもきついんだよな。食べたくなった。あとのりこ来てるから、のんちゃんに美味しいご飯食べさせたい。のんちゃんに手作り食べさせたいから。マイスイートハニーだからね。まず電話が鳴ってる。よっさん、よっさん、よっさん、よっさんから電話。あれ？こっちなんないな。しまって。できた。あれ？ LINE がこっちで繋がんねえ。なんか調子悪いんだよね、LINE が。よっさんから電話だ。あれ？ LINE がおかしいな。あ、来た来た。あれ、よっさん出ないな。よっさん出ないね。なんかね、大手配信者ってね、かけてすぐ折り返しても出ないんだよね。これ何なんだろう。なんかよっさんから電話かかってきたな。すぐ折り返しても出ないんだよね。金梅さんもそうなんだよ。こっちにもセッティングとかいろいろあるじゃんね。配信者なんだから。知らない？ニコ生の大手配信者のよっさん、怖いってヤクザだって言ってるよ。俺の髪見てのんちゃんは。和道さんがヤクザになったっつってこんなヤクザいねえわっつって。よっさん配信してない？ふわっちでしょ？配信外ってこと？いや、よっさんから電話あったよ。ふわっちで配信してんじゃないの？やってるっしょ。配信外で電話なんてかかってこないよ、よっさんから。もう6年やってるけど。配信やってるっしょ。ふわっちでやってるっしょ。配信外で基本的に配信する、あの、電話かけてくるってどれさんぐらいだの？あと、過疎生主が電話かけてくるの。配信外でいいですか？大手配信者は配信中以外電話かけてこない。だから、過疎生主特有の行動なんだよね。裏でなんかやろうとするって。大手は全員ね、表でやるから。裏で連絡取り合うの嫌うんだよ。あの、大手さんは。後で言った言わないとか揉めるの分かってるから。女の子とかは別だろうけども、オフパコとかあるから。
よし、うん、まあ、いつもパターンですネタ切れ、ネタ切れでオワコン化したときに誰かに絡む酔っ払う。あれネタ不足の時にやる。ネタ切れ、ネタ切れオワコンクソ野郎って言っといていいよ。和道さんがネタ切れオワコンクソ野郎って言ってましたよ。クモボンさん、怖くて言えない WW。いや、チャーシューはめちゃくちゃ時間かかるよ。チャーシューは時間かかりますよ。ついてよーって、
残り3分なんで、お茶爆タイムです。お金持ちの方はお茶爆よろしくお願いします。ありがとうマリルボーン、いつもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ご支援ありがとうございます。マリルボーンさん、お茶爆50いただきました。お金に余裕のある方はぜひ恵まれない和道にご支援お願いします。ありがとうね、マリルボーン88,888、パチパチ、ありがとうマリルボーン、サンキュー。お、サチさん、お茶ありがとう。無課金の人はね、このタイミングでみんなお茶バックしてくださいね。無課金の人もお茶投げてください。喋ってる時とか他のことやってる時にね、この赤い字の時にアイテム投げまくってほしいな、オープニングとね。そしたらさ、放送集中できるじゃん、トークに。ありがとう、アキナさん、ありがとう、ありがとうサンキュー。よし、片付け終わりかな。じゃあチャーシューやるか。お茶ありがとう、サンキュー。おいしいチャーシュー作りますか。見やすいと思うんだよな。どうすりゃいいかな。いや、作るのまだまだ1時間2時間かかるもん、チャーシューは。これで見えるかな。これだと見づらいから、あ、どうしよう、どうしようかな。角度が難しいな。これで見える？見やすい、これで。どう？まな板見えてるか。これでいこうか。画角。でかいよ。びっくりするよ。こいつだ。やばくない？豚バラブロック。花田さん。やばいっしょ。こいつですよ。うん。いいっしょ。これは作り応えあるよ。そうそう、業務用スーパー。でっかいでしょ。こいつでいけますよ。まずはじゃあ胡椒、塩からいくか。塩胡椒ね。ちょうど使い切れるかな。塩をまぶして、ね、はいはい、塩まぶします。揉み込んで、裏側もね、お塩と、はい、塩ね、 OK、 塩、これ後で洗う。で、次胡椒、ブラックペッパー粗挽き、うちはバンバン振る。あっちばっちね。スパイシー、スパイシーだよ、スパイシー。ショーバッチバチに振るから。ハルさん、もうそれ焼いて食べたい。
もう焼いて食べたいな。つくもモンさん www 気が早すぎる。もう塩コショウバッチバチにやりましたよ。 OK。 でそしたらこうしてと次はと、大好きだよ。定期的に当たるけど大好きだよ。なんで柿大好物だよ。よく当たってるよ定期的に年に2回ぐらい当たってるから俺。知らなかった。よくノロにかかってる。なんで棒なかったっけな。棒がないな。柔らかくなるのと、あの塩コショウをなじませるっていう。あと巻きやすくなるね。はるさん、はじめの一歩の沢村。バレット。棒で叩く。肉叩き棒。棒持ってると思ってなかったから拳でいきますよ僕は。マリルボーンさん、この前和野さんにお土産に牡蠣の釜飯の層を持って出たの。あ、そうだったの。マジで。っていうかマリルボーン東京住みじゃないよね。地方だったよね。何、あの日は泊まったの。いいじゃん、仙台で会えるから。仙台行くんでしょ。行かなかったっけ。
仙台はどうだろう。まあ裏方はね表に出ないからね。仙台一泊するんだったらどっかで飯でも食おうよ、合流して。多分夜中とか空いてると思うから、ちょっと状況わかんないけど、スタッフさんっているかもしれないけど、時間作れたら開けるよ。ちょっと確約はできないけど、仕事で行くから。肉柔らかくなってきた。繊維を壊してるから味が染み込むし、柔らかくなってうまくなる。叩いた方がいいっすよ。まあ家でねチャーシュー作る人あんまいないだろうけど、まあでも旦那さんとか喜ぶと思うよ、子供とか。くももんさん、あんまり良なさそう。 WW俺にもチャーシューすげえ好きだけどね、よく作るけど。手作りチャーシューとかご飯出てきたら旦那さん喜ぶんじゃない？子供とか。こういうのは男の人がね好きだからね。はるさん、お酒飲みの人はいいね。俺酒飲まないよ。ご飯のおかず、まあチャーシュー手間かかるから、でも絶対喜ぶと思うから、主婦の人やってあげな。はい、じゃあこれでねだいぶ柔らかくなってきました。うん、ブニブニ。反対側からも叩こうかな。料理のレパートリーとしては少なそうな気はしますね。料理のレパートリーとしてはチャーシュー、なんでなんだろうね。最後からもいいか。あんまり作らないんだね。くももんさん、ラーメンか丼ぐらいしか思いつかない。まあ丼でいいんだよ、チャーシュー丼でいいんだよ。うまいよ、最高だよ。試しに作ってみて、ひと手間かける。んこれくらいで家族一人前のチャーシュー丼作れるし、つまみでもいいし。ちょっと時間は本当に時間かかって手間暇かかるけど、美味しいよ手作り。今日はちょっと家族にサービスしようとかね。だいたいこれで1100円で売ってたかな、このバラ肉で。これで家族一人前は全然作れるから喜ぶよ。めんどくさいけどね。むしろね、旦那さんとかがね、家族サービスで作ってあげるのいいかもね。今日は俺が作るよっつって。マリルボーンさん、作ったことあるんじゃね、すごい。俺結構チャーシュー作ってるよ、何回も配信で。ね、それこそ奥さんとかに、子供に家族サービスで旦那さんが作るのなんかいいかな。ボーンさん、それがいいですね。ママが作るのが一番いいですね。ね、男の料理だからね。子供も喜ぶよね。1ヶ月に1回ぐらいお父さんチャーシュー作ってとかね。まあ、うちのリスナーね、あの子供がいるとか奥さんがいるとかの前に童貞だからね、全員ね。童貞のおじさんしかいないから、そういう人はもう自分で作って自分で食べてください。はるさん、行く。彼女すらいないから。くももんさん、WWWW そもそも童貞だから。硬いからこっち側パンチ何発を込めようか。サチさん、ゆで卵も入れたいですね。煮卵いいっすね。煮卵いいね、サチさん。
これはね、大根と煮つけて煮卵最後トッピングかな。煮卵はでもセブンイレブンで売ってっかんね。スモモンさん、あ、いいですね。煮卵いいね。さあ、だいぶ伸びてきたよ。この料理は手間暇だから、それが愛情だ。料理は手間暇かけないとね。よし、じゃあこっから30分寝かせます。じゃあ30分トークを楽しみましょうか。30分、今から30分だと43分だから、何分だろう。まあ30分寝かせます。45分、15分か。その間に別のことやりましょうか。こいつ寝かせます、30分。これでその温度を低くして常温になって巻く作業ね。次は鉄、おはよう。鉄って鉄間じゃないの？鉄間のサブアカじゃないの？違うのかな？違うよ。違うんだ。サムネ設定してないぜはね、なんか頭に入りづらいんだよ。漂う捨て垢感。サムネで覚えちゃってるからね。まあ、テーツは覚えてるけど。さん、配信時間なら15分までかな。時計なら25分まで。時計なら25分了解。でも確かに家庭料理向きではないな。時間がかかりすぎだな。デイツさん、覚えててくれてありがとう。サムネ勉強して作る。作るっていうか、なんか画像なんか自分でパシャって撮って設定するだけだよ。デイツ多分おっさんだから分かんないパターンだろうな。ネット疎くておっさんだからわからないパターン結構ある。設定どうやってやんだろうみたいな。アプリの使い方わからんパターンね。配信好きなんだけどどうやってやんだっていう。そう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 。おじさん、40代50代のおじさんリスナーに多い。30代でね、そういうパターンないの。30代もう生まれた時からネット携わってるから。デイツさん、もうやめて。もうやめてっつって。だからね、もう大体ね、あのコメントとかもう何の情報もないけど、ある程度予想はつくんだよ。この人大体いくつぐらいだろうなとか、この人おっさんだろうなとか。主婦勢だよね。あの子育て勢が配信をやたら見るようになったね。それはね結構びっくりしてる。昔はそんな文化なかったね。これねスマホの普及だよ。スマホの普及。お茶ありがとう。いやパソコン勢じゃないね、主婦勢が入り込んできた。奥様受けする番組とか結構ありだと思うんだよな。
ターゲット絞って。どうなんだろう。昔はパソコン持ってる人じゃないと放送見てなかったの。だけど今はね、パソコン持ってる人2割3割ぐらいかな。ほとんどがスマホ。うん、ツイキャスとかフワッチとかもうほぼだもん。だからニコ生の文化持ってる人古い人なんだよ。そう、コメント書くのが上手いっていうのはもう慣れてるの。文字書くの。スマホが大半だよ。だってそれは世の中の普及率と比例するから。だって今の若い子なんかパソコン持ってないとか触ったことないとからしいよ。みんなスマホでしょ。ホリエモンはそうなるって予言してたけどね。あのスマホっていう言い方じゃなくて小型のインターネットデバイスっていう言い方をしてた。要はインターネットを持ち歩く時代が来るっていうホリエモンは言ってたね。ホリエモンにねソニーの経営させてたら今頃ねアップルみたいなのがソニーになってたんだよ。バカだよね。ホリエさんにやらせとけばよかったのに。世界のシェア取れる会社作れたよ。ソニーが。砂糖なんだよね。俺間違えて砂糖じゃなくてグラニュー糖買っちゃったから、これ捨てるわ。甘さが変なんだよ。上白糖使いたいからもったいないけど味が変なんだよね。
さん、タブレットも1割ぐらいしか普及しないんだよね。タブレットは失敗っすよね、絶対。スマホと PC の習慣みたいなものを作ろうと思ったんだけど、でかいスマホでしかないっていう。タブレット層はだから富裕層だよね。本当にお金が余裕あって、パソコンもスマホも持ってて、なんかこう、なんだろう。超スマホよりもでかい画面で見たいっていう、その結構お金に余裕がないとその発想にならないから。なシェアは取れる発想ではないよね。だったらノートパソコンでいいじゃんとか、既存にあるものだから、それは。半端なんだよ、簡単に言ったら、タブレットって。次はウェアラブル端末だろうな。Google グラスとか。要は、四角屋にレイヤー情報を貼るっていう、そのスマホを取ってからの Google グラスとかこういう端末だね。VR 系の。だから操作性だよな。音声入力とか目でこうやってやったりとか無理だから、脳波を読み取れるようになる技術が必要なのね。脳で考えたことをそのまま読み取って視覚化するっていう。多分ね、今音声でそれをやろうとしてるんだろうけど、音があんまり向いてない。だからほら、Amazon Echo とかさ、みんな音声データを回収しに行ってるでしょ、ビッグデータで。いや、喋ったら動くよっていうデータ、Siri もそうなんだけど、この音声データ解析に、要はこのデバイスのためにあのデータを取ってるんだけど、だけど、脳波じゃないとシステム動かないと思うんだよね。まだ先だね、20年、30年。ただもう脳波読み取っちゃったらもうタッチ入力必要ないからすごくいいよ。砂糖の量ちょっと多いんだよな。半分ぐらいでいいわ。リアル世界見ながら焦点合わせるのきつそう。いや、焦点、フォト、なんか、なんて言えばいいんだろうな。フォトショップとか、そういうデバイスを使ったことがある人だったらイメージしやすいんだけど、レイヤー構造っていう概念なんだけど、要はね、現実世界をレイヤー構造化できるっていうのが利点なのね。ウェアラブル端末、Google グラスとかの。何言ってるかっていうと、人間の視覚情報に透明のガラスを差し込むの。だから、なんつうんだろう。トレース用紙みたいなのを書いて上に落書きができるっていう利点があるんだよね。だから簡単に言うと道歩いてるじゃん。そうすると、お !3 分間皆さんお茶爆よろしくお願いします。こうやって歩いてたら、フォン、セブンイレブンが何分です。フォン、右に行くと目的地に着きます。フォン、あなたが好きそうなショップの情報です。フォン、そこの情報、動画、フォンってやると YouTube の動画が来るとか。ありがとう、テイツお茶箱ありがとう。そういうイメージ。ただ歩いていながら、その、ボン、ボンって広告が横に入ってくるっていう感じ。うん、お茶ありがとう。イメージつく。で、プルルプルーつったらピッピってやったら、あ、のんちゃんつって、今どこにいるよ、データ送るねつって、オッケーつって、のんちゃんに地図送ってってやると、ピッピって押すと、のんちゃんに行くと。
で合流できるとか、もしくはのりこの画面が顔がここについてるの、四角の、でのんちゃんの顔見れるとか、そういうイメージかな。なんかイメージつく。だから多分そのイヤホンと連動してる、ここにイヤホンがつくんだろうけど、あとマイクね、それが未来、近未来で起こること。ありがとう、みんなお茶ありがとう。ていうかまあスマホの両手が開くっていうのが最大のメリットで、簡単に言ったらただそれだけ、スマホの拡張でしかない。スマートフォンを使ってるのって配信者やってると分かるけど、片手が塞がるんだよ、両手が塞がる。それがなくなるだけでだいぶ楽になる。手を使わなくていいっていうのはね、楽だよ。例えばみんながさ、こうやって椅子に座っててメガネかけてて、ツイキャス起動、ツイキャス和戸監督の放送ってやったら、もうポーンってここに映るんだよ。超楽じゃない。でコメントとかも喋ったらコメントが入力できるっていう。ワドツ送信っていうと、クモモンさん、広角機動隊みたいなことですか？広角機動隊はまさにそれが、インターネットがまだなかった頃に書いたから、天才の。あれは1992年でパソコンが普及してなくて、インターネットの概念が普及してない頃にあの世界を作ったの。こうなりますよって言って、要は体を半分その擬態化っつってコンピューターに変えちゃう、ロボットに変えちゃって、永遠の命みたいなものが手に入って、でインターネットが支配していくっていう。そうで、その中でサイバー犯罪、要は脳波、あれはそう、脳とコンピューターを直結してるから、ここにプラグを刺す世界なんだけど、それの手前の段階の話をしてるね。そう、広角機動隊はだからすごいの、予言してたアニメなのに。要はあれのすごいとは、電脳っていう世界なんだけど、その脳とコンピューターを直結させちゃうっていう。でももうやってるんだよ実は。猿の脳みそとコンピューターつなげて、ロボット。字を書いたメガネレンズ越しに見るのをイメージしてしまう。字を書いた、それを切り替えることができるの、設定で。視覚情報にしなくてもいいし、音声だけちょうだいとかもできるの。だから車運転しながらナビの画面じゃなくて音だけでナビを聞く人もいるでしょ。それは設定の問題の。それは選べる。まあ法律とか変わってくんだよ。まあでも、生きづらいよね。やっぱ新しいテクノロジーに対応できてない層っていうのは出てくるから。だからね、簡単に言ったらね、人類の進化が早すぎるんだよ、ここ最近。だから、その、年寄りが分かんなくて若者が悪い、働けとか。はっきり言って、もう日本って働く必要ないんだよ、本当に。でも働くのが偉いってなっちゃってるのは、働かないと社会が回らないと思い込んでるの。働かなくても回るの。あの、現実問題として。それがいいか悪いかの問題なんだ。脳の視覚の担うならわかるんだがな。脳の視覚や日直だとわかるんだ。脳の視覚や日直は、電脳だね。危ないね、ちょっと。なんでかっていうと、それができるんだったらハッキングができるようになっちゃうから。まあだから、馬頭のセリフだよね。俺の、ね、目を盗みやがったなっていう、シーン、名台詞があるんだけど、そう。あの世界は脳の視覚やのハッキングとかをやるから、よく馬頭は盗まれるんだよね、目を。俺の視覚やに侵入しやがったとかよく言ってる。でもそれができると何が面白いかっていうと、あのアバター、整形をする必要がなくなる。アバターだけ出力するとかできるから、
私の顔こういう風に加工して、角みたいに加工したり、芸能人の顔とか、アニメの顔とかに、できる。電脳世界ではね。要は生身に価値がなくなるってことね。モンさん、だから笑い男があんな顔でいられるんだ。笑い男はあんな顔？笑い男は特 A 級のハッカーだから、そう、リアルタイムで全部の目、あそこにいた聴衆の全部の目とテレビ局と全部を書き換えたっていう、特 A 級のハッカーだから。ツイキャス始めてたのか。ツイキャスはね、始めてどれくらいだろう、12月の末からやってるね。もしよかったら3点セットよろしくね。どっから見つけたの？ツイッターから。まだ過疎生主だけどよろしくね。コルクさん、勢いランキングから。勢いランキングっていうの載ってたんだ。ありがとう、ありがとう。この言い方だと子さんかな、ニコ生時代知ってる人かな。どうしようかな、何巻き、縦巻き、どうやって巻こうかな。45分だから、あと10分ぐらい寝かせるの。あと10分ぐらいかな。合ってるよね、あと10分ね。くぼぼんさん、あと10分ですね。ちょうど温まってきて、常温になってきたから。肉も柔らかくなってきたし、ちょっとここ硬いな、筋っぽい。巻くのが味噌だからね。巻きで決まるんだ、チャーシューは。油が、油身少なめの赤身がちょっと濃い肉。肉の選定がね、チャーシューは。いりこさんありがとう。巻きが大事だ。
オッケー、大体決まったかな。こう巻こう、横巻きだな。ゆうこさん、わどつです。おー、ゆうこちゃん、わどつ。星さんだね、ゆうこちゃん。ゆうこちゃんいらっしゃい。ゆうこちゃんそっちのサムネにしたから、昔のサムネどんなんだったか忘れちゃったの。そのサムネかわいいよ。素敵よ。ありがとうございます。笑顔、うん、目を細めている。うん。誰かフォローしてくれたか。3点セットよろしくね。どれだけテクノロジーが進化しても、インターネットが出てきてから、これすっごい面白い話なんだけどね、出会い系サイトでしかないんだよ。インターネットの i モードとかが出た時思い出してもらいたいんだけど、出会い系サイトがすごい流行ったでしょ。実はね、 Facebook も Twitter も放送も実はね、出会い系サイトの延長でしかないの。だからね、オフパコとかね、その性の問題とか絶対出る。実は SNS とかそういうサイト運営を心がけた人だったらわかると思うんだけど、 SNS っていうのはいかにクリーンに、いかに法に引っかかんないように出会い系サイトを作るかっていうのを心がけてやってる。だからね、人の欲求なんだよ。人と人とか出会いたいっていう、男と女が出会いたいっていう、人と人とつながりたいっていう。だから家族の携帯が壊れたの。ネットがね、その古い家族っていう文化を壊しちゃった。血のつながりをね、なくしちゃったんだよ。好きな人と家族になるっていう時代の。家族を選べるようになっちゃった。で、血のつながりとか地域のつながりとかがどんどん壊れていく。好きな人とだけ集まるっていうね、関わり合うっていう。まあ理にかなってるっちゃ理にかなってるんだけどね。昔だったらさ、北海道にいる人とさ、東京にいる人が毎日毎日顔合わせるとか電話するとかありえなかったんだもん。そう。だってここにいる人、もしかしたら海外の人もいるかもしんないんだよ。デイツさん、モバゲーで出会ってるって何言ってるのか最初わかんなかった。でしょ？クモモンさん、ふむふむ、そうですね。そう。出会い系サイトでしかない。全部が。すべてのサイトが。お茶バカありがとう、ゆうこちゃん。肉が柔らかくなってきたぞ。スバルさん、ありがとう。捉え方をしたことがなかったので、なるほどでした。それはね、本来はね、学者とかが議論する。そのネットのテクノロジーのどう捉えるか、哲学者の領域なんだよね。これから俺らはどういう倫理観を持って生きていけばいいのか。大
体はそのテクノロジー、要はほら、あの産業革命とかもそうでしょ。サキさん、おまけ懐かしい。そう、テクノロジーが生き方を変えちゃう。人のね。お化け懐かしいね。これはでも今日面白かったよね、さっきの枠ね。すいません、タコ糸売ってませんかつったら、ごめんなさい、タコ糸ないんですって言って、パッて振り向いたらタコ糸あったからね。あれは笑ったよね。おいってなったよね、全員で。店員さんの、ベテラン店員さんに堂々と嘘つかれたからね。売ってんじゃねえか。まあね、あんだけ商品。今日の合言葉はタコ糸ですね。あれは面白かったよね。一瞬で見つかったっていうのも面白かったですね。はっきりきっぱり言われたからね。タコ糸はないんですよ。ごめんなさい。笑顔で爽やかに嘘をつかれたから。マリルボーンさん、そんな面白いことあった？いや、めちゃめちゃ面白かった。一軒目のスーパーにはタコ糸置いてないの分かった。そこは置いてないだろうなっていう判断だと。だったら置いてあるスーパーの方行こうっつって移動して、あれ、ないなぁと思って、店員さんの、おじさんの店長みたいな人に、すいません、タコ糸ありますかって言って、チャーシュー作りたいんですけど、つったら、あ、当店置いてないんですよーって言われて、あ、そうですか、残念ですーつって帰ろうとした瞬間、視界に、このタコ糸が目に入って、あんじゃねえかよつって。思いっきりチャーシューのロゴ入ってるから、これだわと思って。そうそうそう。いや、笑ったよ。しらーっと嘘つかれたから。クモモンさん、ぜひ録画見てほしいですよね。 W ちょっと面白かったよね。ほっこりする笑いだよね。サンドイッチ喋ようかな。もう時間？もう10分経ったかな。行くか。よし、できたかな。じゃあ巻くぞ。クモモンさん、時間なりましたよから。オッケー。これをこう巻くと、ちょっと待ってね。マリルボーンさん、それであったとかって突っ込まんかった。いや、突っ込まない。かわいそうだ。よし、オッケー。じゃあ切ります、まず。これでかすぎるんで。半分、この辺かな。切りまーす。半分に切って、で、こいつを巻くと。これがね、結構大事なキーポイントですよ。こうやって巻くと、このチャーシューの形になるでしょ。でもこの巻きが大変なんですよ。はるさん、ごくり。ここが重要です。くもんさん、なるほど。巻き方は店によって違うんだろうけど、こうやって巻く店もあるんじゃないかな。こうやって巻く店はある。こっちが俺は好きかな。あ、こっちで行こうか。こっちの方が美味しそうだね。これで行こう。でもこの隙間をなくしながらぎゅうぎゅうに詰めないといけないから大変なんだよね。これで行こう。こっちの方がうまそう。チャーシューは巻きが全てだから。
マリルボーンさん、まあ、巻くんじゃね、その大きいやつどうすんかと思うた。もう巻くからあの形になるのよ、お店で売ってる綺麗な巻く巻く。でこれを強く縛って巻かないといけないから大変なんだ。でも意外とみんな家庭で作らないんだね、チャーシューね。これをぎっちぎちに強く巻かないといけないから。そう巻くんですよ。今ねコンビニとかでも美味しいものあるもんね。でも手作りの味にはかなわんよ。角煮なら作ります。角煮の方が楽だからね。あのチャーシューは時間かかるのよ。俺も角煮もよく作る。角煮も美味しいよね。チャーシューは手間が多いんだよね、工程的に。美味しいよね、角煮もね。こういうね、光が飛んでるけど、こういう。で、今度立って、ね、失敗した。緩んじゃった。
よし。一個完成。一個完成。これ焼くからね。料理は楽しいね。主婦になりてえ。専業主婦になりたい。ああ、失敗した。最悪。難しいな。
え、なんでなんで切れてる。え、なんでなんで糸切れてるの。静かになったな。糸巻くの難しいんだよね、これね。煮崩れしちゃうからさ、うまく巻かないと。ドアまで行ったかな。よし、いい感じです。ういオッケー、オッケーです。次の工程行きます。いい感じですよ、今のところ。いや、焼きだね。レシピ確認してくるね。
粉で焼きます、焦げ目をつけます。これで、あの油を逃がす作業だね。ギトギトの油を抜く作業です。 OK、 サラダ油多め。で、油を引かないと油が出ると思っちゃってるけどね、油と油が溶け合う性質があるから、その油を多めに引くんだって。そうすると油がよく出る。いきますか、焼いていきましょう。手間かかるから美味しいんだよ。ここで油をしっかり出す。余計な油を飛ばす作業だね。チャーシューって外で食べると高いのが手間なんですね。そう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 、人件費だよ。ここで油をたっぷり出す、余分な油を。これは忙しい主婦には無理だな。よくよく考えたら、お父さんがやっぱ日曜日に作ってあげるのが一番いいね。
油がすごいです。ここで油たくさん出しましょう。っていうのが最大の、ここで油を出し切るっていう余分な、じゃないとビットビトのチャーシューになるから、バラだから油が多いと煮崩れを防ぐのと、あとその油を出すっていう作業がある。チャーシューって焼き豚って書くのはこの工程だからね、じゃないと煮豚になっちゃう。いい感じの色になってきました。焼き色こんな感じでいいんじゃないですかね。いいでしょ。 OK、 色きつね色ね、全体的にこう転がしてきつね色にしてください。こんな感じね、転がしながら OK かな。いい色だね、この辺ね。いいかな。で、そうすると油がすごい出るから、余分な油ね。ということで、今焼きました。今こんな感じです。はい、OK ですか。はい、こんがり全体的に焼けました。 OK ですかね。全体的に焼いてください。
ですね。オッケー。油いっぱい出てるから。これ飛ばした油ね。こんな感じでございます。で、こっから煮る作業ね。この油捨てます。で、このここに水入れます。鍋に確認しようか。鍋に入るか。ちょうど、あ、ギリギリかな。うわ、鍋小せえな。あ、無理だな。2つ入らねえな。どうすっか。これは誤算だな。無理だ。こっちの鍋使うか。フライパンでいくか。それで煮よう。大変な工程ですよ。1時間煮込みます。大変です。弱火でコトコト1時間煮込みます。ラーメン屋さんで大変だよね。これ毎日やってんだもんな。閲覧増えてきた。
おはよう組かな。主婦勢が起きてきたか。6時か。おはようみんな。マリルボーンさん、明日浅草寺の豆まき行きたいとは。行きなよ。行きなよ行きなよ。すんごい肌かぶれてる。ブリーチで肌ボロボロ。ひげ赤く染めんのダメだ。真っ赤に、もうすごいことになってる。この辺痛い。頭皮もガッサガサに痛いし。サンドイッチ食べようかな。体にいいわけないよ。髪の毛はツヤツヤに見えますけどね。痛いよ。いやもう多分ね、アップにしたら分かると思うけど、赤い斑点出ちゃってんだよね。ボロボロ肌。これのせいで見えないんだろうな。この辺ボロボロ、赤いプツプツできてて、ひどいことになってるよ。マリルボーンさん、この前東京から帰ってきたばかだからなかなか難しい。北郷さんの感じ見たいけどね。北郷さん何豆まき出んの？北郷さん呼ばれてんの？へえ。すげえな。マリルボーンさん出るって。あ、出るんだ。へえ。いいな、俺豆まき呼ばれるぐらい成功したいな。煮込んでいくか。ドボン。やっぱでかいな。転がしながら煮込むしかねえな、これ。ドボン。でかい。でかい鍋かね。窓だよ。秘密さんいらっしゃい。超有名人気配信者ワドです。どうも。今から煮込むから、
7時ぐらいまで煮込んか。7時10分。めちゃ時間かかる www だよあ、もっと簡単に。だから家庭で作るチャーシューってなんかギトギトのベチャベチャの肉硬い感じになっちゃうのよ。本当はだからね、プロの釜とかだとこう吊るすんだけどな、これ何本も作るんだよ。何十本か。朝の仕込みでチャーシュー作ってね、www ですよ、そりゃ。クボボンさん、これは大変だ、うん、でもこれがうまいんだよ。ボンさん、ラーメン屋の朝みたいだな。ひびきさん、www だな。 www だよでも美味しいんだよ。こんなことできるのニートだけだよな。だからニートとかなんか部屋で引きこもってないでさ、母ちゃんとかにこういううまいチャーシュー作ってやればいいんだよ。どうせ母ちゃんとか金持って別にどうせニートさせてんなら家事とかやればいいんだよ。そう思わない？そしたら母ちゃんとかももういいやってなるでしょ。そうだよ、親孝行なんて別に働くことだけが親孝行じゃねえんだから。母ちゃんチャーシュー作ったわっつって、ひびきさん、ニートはチャーシュー作れば親孝行。そうだよニートはチャーシュー作ってればいいんだよ、暇なんだから。今度1時間あんだから、こうやってパソコンで和骨って書いてりゃいいんだからね。お !3 分間アイテム投げれますんで、皆さん今のタイミングで、無課金の人はね、コンティニューコインお願いします。で、お金持ちの方は、もう、死んじゃうぐらいのお茶爆100をください。お茶爆50、お茶爆100。お願いします。金銭的支援お願いします。貧乏な方は、コンティニューコインで。お願いします。あーびちゃびちゃ、あー溢れてる溢れてる。でこれ弱火ね、これあの弱火じゃないとあの肉硬くなるから、じっくりコトコト弱火で1時間。ここでアクと臭みと全部取るから、肉は柔らかくなり臭みは出て、これやんなかったらもうダメだから。あの彼女が作ったクソまずいチャーシューになっちゃうからね。誕生日ケーキありがとう。コンティニューコインで延長代稼ぎたいですね。延長分コンティニューコインおなしゃーす。この工程めちゃめちゃ大事。油油分を出し、これ大事な工程。本当はもっと深い鍋じゃないとダメなんだけど、これは俺の調理機材のミスだ、持ってないからできない。しょうがないよ。いやこれ絶対うまいよ、こんなの。めちゃくちゃうまいのできるよ。臭み抜けるからね。
回油がひどいから捨てようか。もう一回煮よう。一回あげます。油が出すぎてるから。え、何、油だけ取れば、何寝ぼけてんの、何、油だけ取れば。いやいや、じゃあ臭みが抜けないから二度茹でします。これ一回捨てます。え、出汁が、出汁じゃないの、これは下茹での臭み取る段階だから。これは旨味じゃないから。下茹での煮込みだから、これは。どんちゃんおはようから。どんちゃん寝ぼけて、寝ぼけてる。何？サングムの夢見たの？お？サングムの使いの夢見てたんだって。誰かフォローしてくれたかな。3点セットよろしくお願いします。
もモンさん、読み上げの時になんて W っていうの？笑って読み上げもあるよね。あ、そうなんだ。なんなんだろうね。俺も読み上げあんま設定詳しくないな。なんなんだろうね。www いやいや、こっち側の問題だから。読み上げソフトウェアはこっち側の問題だから。美味しいチャーシュー作ってるよ。すごい。大きいな。いや、でかすぎて鍋入んないからどうしよう。一本ずつ作ろうかな。
花政って何、のんちゃんちの方にもあんの？うん。なんだ。隣の駅。大きいステーキかな、あの場所で。オッケー。アメリカ牛。アメリカ牛。うん。あ、でもワドさんは臭いって言う。和牛の方が好きなんだ。肉の味が好きだ。肉の味。下処理がちゃんとしないと俺肉は食えないんだよね、うん、獣の匂いがするっていうか。ステーキガストなくなっちゃったよ、のんちゃん。嘘。本当だよ。なんでなくなっちゃったの。売上が悪かったんでしょ。お前食べに行ったらなくなってて、普通のガストに改装してた。うーん、やっぱさ、バイキングだからさ、うん、みんないっぱい食べちゃうじゃん。いや、そういうことではないでしょ。普通に経営的にうまくいかなかったんでしょ。野菜ばっかいっぱい食べちゃったんだよ。もうちょい高級路線じゃないとうまくいかない価格帯なんだろうね、多分ね。しづらくないさ、やんないと。そうね、一人3,000円は単価取らないとステーキ食うようになったら。しづらよりちょっと安いバージョンみたいなのを狙ってたんだろうね、うん、ファミリー層を取ろうと。まあ採算合わねえだろうな。野菜高いもんね。美味しかったもんね。美味しかったよね。ステーキしかなくなっちゃった。いきなりステーキ、うん、あんま美味しくなくない、あれ。のんちゃんは好きだよ。俺あんま好みじゃないんだよね。肉味がするから。そう、いきなりステーキ好きになれないわ。のんちゃん結構安い肉好き。
さん今日調子良さそうな。いつもね、なんかね、このぐらいの時間に起こされるから。起こされるの誰に？ライラに。遊ぼうぜって。散歩だと。散歩連れてけって。いいじゃん。嫌いなの。外に出ないでしょ。そう、うん、お庭にね。ライラのアホ面めっちゃ好きなんだよね。えーってえーってえーってなってる。あの顔超かわいいよね。ちょっとバカっぽい感じがすげえかわいい。いつもあんなだよ、普段は。そうなんだ。俺が行くと怯えてるからね、うん、よく病院であんな顔撮れたなと思う。あれ病院で撮ったんだ、うん、美容院。あ、美容院か、うん。のんちゃんさ、うん、ほら走ってくるからさ、うん、最後の工程の煮込みさ、のんちゃんに任せていい？うん、うん、バトンタッチ。うん、配信は？配信はつけっぱにしようから、ここでなんか喋ってりゃいい。のんちゃんできる？じゃあ走るときは持ってくよ。うん、じゃあニンニク剥いてようか。
こっちツイキャスだから荒れないよ。トンちゃん嫌なの。じゃあ今度髪切るとき前髪作ってもらう。うん、話飛ぶな。だって貞子なんだもん今。貞子。そう。前髪ないと。うん、前髪あった方がいいかもね。確かにちょっと暗闇で見るとのんちゃん映してみるけどちょっと貞子っぽいよね。きっと来るきっと来る貞子っぽいよね。確かにちょっとね、こんなっていうから貞子ってね言われる。あってなんだよね。それでおこうかな。あ、いいや、ニンニク先にやろう。大根の煮付けって作る。うん。こんな感じだよ、今。やった大根買う。大根ある。買ってあるけど。めんどくさい。チャーシューができたら。チャーシューはもうあとこれを1時間煮込むだけだよ。この工程終わったら。お任せしいい？あとネギと生姜とニンニクをぶち込んで1時間弱火で煮込むだけなのね。その後お待たせしていい？じゃあ仕込みだけやっちゃうね。そう、ニンニクとか、ね、ぶち込む用の味だけで味？味はね、うん、あの醤油とまあ作っておくよ。さっきやって。いいよ。醤油とみりんで作った？本当？嘘があるの？どういうこと？おじいちゃんは甘いのが好きだから、うん、砂糖を入れたみたいな。で、醤油とみりんだけで作るのが好きなの？本当はみりんも入れないの？ちょっとも甘くないの？うん、それで作ろうか、今日は。大根入れたら美味しくない。美味しくない。大根入れるときは甘いの方が美味しい。甘い方が美味しい。どうしようかな。どうしよう。そうね、だったらね、ラーメン用のチャーシューを作ってもらう。しょっぱいやつでしょ。そう、うまいよね。少し甘くしようか。じゃあ大根もそうなっちゃうけど。え、大根もそうなっちゃう。そうが分かんないんだけど、どうなんの。甘くなくなっちゃうけど。え、だから甘くしようかって言ったんじゃないの。そう、和田さんの味にしようって。甘くする、どうしようかな。うん、
しようかね。醤油一の醤油一。どうしようかな。どれくらい甘い方がうまいかなと思って迷ってるんだよね。砂糖使わないで醤油とみりん1対1だったらどんな味になるかな。照り焼きするときは1対1。照り焼きが1対1か、うん、砂糖なし、うん、ちょっと甘すぎる感じになるのか。それだと今回のシャーシャー甘すぎるか。甘すぎないよ、大丈夫だよ。醤油とみりん1対1でいく、うん、砂糖なしで、うん、でも照り焼きの味になっちゃうでしょ。どんどん照り焼きは甘くないって。砂糖いらない、うん、じゃあ醤油とみりん1対1でいこう。ってこと、うん、それだったら砂糖少し大さじ1杯ぐらい入れた方がいいんじゃないの。分量によるけど1対1対1じゃ醤油が薄まらない。1だと333だから3割3。いや醤油4の醤油4433にするわ。そうするとみりんのバランスが少なくなるのか。433にしたらダメだよ。あ、じゃあ434、うん、うん、違うよ、ダメだよ。433だとダメダメダメ難しいな。
醤油五の難しいな。五三二でいいんだよ。今回532で作ろう。俺の朝ごはんは卵パン。え、これなんか今日の夜ごはんなの？ちょっと笑わせないで腹筋痛いんだけど俺。まさかの今日の夜ご飯に変更。まあいいけど、俺はコンビニで何か買ってくるから。そうする？味しみるから大根に。今日の夜ご飯に変更になりました、皆さん。俺にとって朝飯に変わるんだよ。いいよ別に、あの、のんたがそうしたかったら、いいよ。だその方が美味しいんでしょ？いっぱい作るから大丈夫。でもさ、これさ1本で足りなくない、のんちゃん？要はこれ2つに分けようと思うの。これ1本だったらこの小さい鍋で作れるでしょ、のんちゃん。いや、見てよ、来て。バラ肉1000円分買っちゃったのね。でかいじゃん。この小さい鍋だったら1個で作れるでしょ、1個で十分でしょ、これだから後日もう1本使うから、それでいい、1本で十分でしょ、2人分。聞いてねえな。1本で大丈夫。大丈夫？うん。普段これくらいで作ってるよね。うん。うん。ネギ買ってきたから、これ使って。クモボンさん、結局夜ご飯になったんですか？ W 今日の夜、いや、朝ごはんでいいんだよね。
まあね、のんちゃんの世界観はこんな感じだから。なんでもいいの、楽しかったら。夜でも朝でも。手間かかりすぎだな。作るとわかる。ちょっと手間が大変。お米作るか。火加減いつも4でやってる？煮込むとき。4でやってる？ 4？ あのメモリ。メモリ？煮込むときのメモリなんでやってる？え？火加減のメモリなんでやってる？ 3か。下ごしらえだけで何時間かかってんのか。3時間まだ調味料で煮込んでないから、ね、みんな寝たんじゃねえかっていう。寝るわ。長すぎるっていう。長いよ。多分買い物に行った時のメンバー全員寝たよね。もういないでしょ。コンビニで飯買った方がいいじゃんってなる。正解。
卵は買った？卵は買ってない。でも煮卵作ってくれんなら買ってくるけど。めんどくさい？めんどくさいならセブンイレブンで煮卵買ってくるよ俺。うん。出来合いのやつ。クモモンだけだけど、今クモモンはウトウトしてると思う。落ちかけて寝ていいかんね、別に最後まで付き合わないとっていう。いや、さっきからコメントが減ってるから。いやいや、寝ていいんだよ、別に。リスナーさんは付き合う必要ないよ、全然。で、のんちゃん、これまだどうする？タイマー入れとく？うん。じゃあ1時間で寝かせて。クモモンさん、なんか一人で打ってるから他のリスナーさんに悪いなっていうのもあって。全然いいよ。他のリスナーさんに悪いっていう概念が全然理解できない。コメントは書きたいときに普通に書いて絡んでいいんだよ。むしろコメント書かない方が配信者に悪い。まあまあ自由に行こうぜ。見たいように見るのが正解だ。結局1時間経ったのかこれ。このだし汁は使うの？飲んじゃう。下ごしらえのこれ捨てていいんでしょ？うん、うん、じゃあアク取る必要なんかない。サンドイッチ食べよう。めっちゃ暖かくなるみたいです。へえ、いいな。関西の方あったかいよ、こっちに比べたら。うん、よくよく考えたらさ、日本の古い文明ってさ、全部九州とか関西なわけじゃん。江戸ぐらいからこっちに移動してきたわけでしょ。ね、文明が栄えたってことは九州とかの方が住みやすいんだよ、地理的に。東京寒い。九州とか関西とかが日本のメインにいいじゃん。要は侵略していってこっち側に広まっただけなんだ。北海道も沖縄も日本じゃなかったんだわ。開拓したの。
松平家が。最初にね、開拓した人のね、うん、ものになってた。まあ、そうだろうね。うん、開拓できる土地欲しいよね、蒸気バースにじゃん。開拓したいよ。ねえ、フワだもんね。そうだよ。だから日本の土地持ち信仰とかそっちの概念そこと結びついてんだろうね、うん、土地を持ってる人は偉いとか、うん、先祖代々のさその開拓した人への利権みたいなのがあるんだろう。できた。のんちゃんこれでオッケー。うん。味やってんね、味。調味の配合ね。うん。はい、鍋洗う。ごくらいしたら醤油とか入れる。今からだね。クレーム気味だよ。いつになったら醤油入れる。今やるって。でもこれが大事なんだっての。もうなんかクレーム気味に来たもんね。まだかよみたいなね。でもそっから1時間コトコトまた煮込むんだよ。大変なんだよチャーシューは。ねえのんちゃん。のんちゃんいつも2時間煮込む。2時間煮込むの？のんちゃんは。じゃあそれで。のんちゃん2時間煮込むってよ。偉い。だからみんなはラーメン屋さんに行った時にこの放送を思い出してね。その時にラーメン屋の親父に美味しいチャーシューですありがとうございますっていうこの心温まるこのチャーシューの大変さ、ラーメン屋へのリスペクトを忘れない。ラーメン屋さんも何かねえ、ラーメン屋長いよ。ラーメン屋なんかもっと煮込むかんね。家庭用だから簡易的に作ってるだけで一晩中鍋グズグズ言ってたんだよ。大変だよ。豚骨取ったりね、朝早いんだよなラーメン屋。いや、ラーメン屋さんのリスナーさんがいて、いや、すごいよ。あれでこのチャーシューを何本も何本も吊るして煮込んでおくの。大変だよ。いや、ラーメン屋さんのリスナーさん何人かいて、やっぱ大変だもんね。茨城のラーメン屋さん美味しかったな。チャーシューすげえうまい。チャーシュー作るんだよ。あとあのなんだっけ福島さん、あそこはどこだ、名古屋になるのか。名古屋の人も、名古屋のラーメン屋さん変わったラーメン作ってたな。こってり系だけどうまかったね。茨城の人のラーメン、チャーシューがめちゃめちゃうまかったんだよ、あれ。よいしょ。もういって。のんちゃん、でかい方使う？どっちでもいいよ。じゃあ、でかい方入れとくよ。うん、これでいい？うん。うん、じゃあ、これ、冷蔵庫入れとくか。ジップロックあるよ。ジップロック何？あるけどいらない。これでラップしとけばいいでしょ。うん。
じゃあ明日俺がこれやればいいんでしょ。うん、ていうか煮汁取っといてくれたらそれまた漬け出したらいいのか。ラーメンほど人によって美味しいが変わりますよね。他の食べ物はそんなに差がないのにね。ラーメンは奥深いよ。ていうかもうラーメンはわけわかんなくなってるよね。もういっぱいありすぎる。うん、奥が深すぎる。調味料だけ俺がやればいいのか。調味料はじゃあ混ぜちゃっていいのもう、うん、はいはい。醤油、醤油をどうしようかな。醤油1だから100。醤油、醤油1に対して、え、大丈夫。何言って。え、多めに作ってって言おうと思ったの。何を。にタレを。タレ多めに。オッケー。なんで。明日も使うでしょ。あ、そこそこ。いや、まあその時足そうと思ってたけど。うん。200が6だから。分かんねえな。まあいいや、目分量で。2、あ、そういうことか。200だから300の。で、砂糖なしね。うん、これをどうすればいい？もう鍋に入れちゃっていいの？うん、うん、鍋に入れると。で、足りない？これ飲んじゃん、見て。そしたら、水で足す。うん、水で足す？薄めるってこと？増やしていくの、煮詰める分。わかんないから見て。いっぱい入れた方がいいから。あ、弱い。これも入れちゃうよ。いいよ。よ、少ないの。ん、少ない。どう、何、量。あ、量大丈夫。にしてね、これぐらいに。ああ、はい。で、今度はネギと。うん、やって。え、やってよ。疲れたよ、俺も。のんちゃんの苦労が分かった。半分半分でやったらいいね、ちょうどね。うん。のんちゃん、チャーシュー作りたがらないもんね。やばだって大変だもん。くもモンさん、のんちゃんに美味しいチャーシューを食べさせるから始まったのに、のんちゃんが作ってる WW。 いや、もうあと煮込むだけだもん。くももんさん、窓さんが疲れた W。 疲れちゃった。のんちゃんいつものんびり作ってるからね。ゴロゴロしながら。
誰もいなくなっちゃうよ。バズさんが映らないと誰もいなくなっちゃう。でも圧力鍋あると時間短縮できるけどね。圧力鍋はね、家にあるんだけどね、持ってきたらね、置くところがないんだよね。うん。電気の圧力鍋なの。でね、ポーンって全部入れて、ほったらかしとく。うん。すごい。じゃあ、はい。こちらで。あとはもうこれ煮込むだけだから、これもうこれ煮込むだけ、もうあとはもう誰でもできる、ほったらかしゃいいんだけど、ネギと生姜と、ネギと生姜とニンニクぶち込んで終わりだよ。バカでもできる。クボボンさん、チャーシュー作ることは私は一生なさそうです。いや、一回作ってごらんって、クモも、これもう美味しくてびっくりするから、これはハマるんだって。そこがダメなんだよ、この苦労に見合うだけのうまさがあるんだって。闇チャーシュー、密造チャーシューだけど、チャーシューは国の許可を取らないで勝手に販売したら捕まるからね。これ闇チャーシューだから、闇チャーシュー。クモモンさん、買い物から見てるけど、見てるだけでも疲れてくる W。ちょっと疲れるね。確かにチャーシューは、本気出さないとダメだね。気合が。ただ、うまいんだよ、これ。半端ないよ。ちょっとこれは確かに、主婦にはハードル高いかもしれない。クボボンさん、出来上がりは楽しみですよね。いや、これだけど、マジでうまいからね。うん。マジで半端じゃなくうまいから。ビビるよ。てかさ、大根の方の煮付けだけさ、甘くできないの？大根の方、この煮汁を取って使うんでしょ？別煮でするんでしょ？少し甘くしてよ、大根の方だけ。いいよ。うん。こっちしょっぱいから。うん。うん。味見てちょっと加減して、これ使っていいけど。うん。だって、トレーニング行く？俺は走るか。タバコ吸って走り行くか。下ごしらえをやらない主婦の料理まずくなるからね。でも見てよ、もう今絶対うまくなるの確定でしょ、こんだけ愛情注いだら。3にしなくていいの？ブツブツ言い始めたけど。3でいいのね。こっから2時間ほったらかしだけど、よいしょ、タバコ吸おうぜみんな。アルミ、あとでアルミホイルで蓋しとく。な、落とし蓋。うん。うん。よいしょ。タバコ吸おう。疲れた。なんだろう。半端じゃないダメージを負ったんだけど。ずっと立っててやるのは大変だよ。だよね。ぼちゃんさ、放送もあるからさ。うん。タイマー調理でこっちでゴロゴロ、あっちに行ってこっちでゴロゴロっていつもやってる。まあ、それが本来の作り方だから。うん。うん、あー疲れた。あー疲れた。チャーシューは大変だ。マジで疲れたな。腹筋痛い、腹筋痛い。
で、これ腹筋、今日できるかな？一回もできないと思うんだけど、これ。腹筋できるかな？これ。腹筋。マリルボーンさん、チャーシューそのものを好んで食べたことで、美味しいやつ食べてないからだろうね。チャーシューを、何を言ってるのかがわかんないな。ええチャーシュー。普通にできたよ、家で。ねえ。うん、え、チャーシューめちゃめちゃうまいのに、もったいない。角煮とかは？角煮とチャーシューは全く別物だもんね。うちお母さんがラーメン作ってくれたら。マジで？鶏ガラのね、だし作って。すごいね。うん。ちゃんちすごいな。大きいお鍋にね、鶏ガラいっぱい入れてね。うん、で野菜とかも入れてね、うん、でグツグツ一晩ね煮てね、うん、で鶏ガラスープ作って。マリルボーンさん、角煮もどっちかというと好きじゃない。ああそうか、じゃあ嫌いなんじゃないかな、うん、プニプニ嫌いな人いるよね、うん、でもじゃあ多分チャーシュー嫌いだと思う。多分普通に嫌いなんだろうな。でもあんまり食べるとね、あのね、多分まずいところで食ってるんだと思う。だからさっき1時間煮た工程があるじゃん。あれをすっ飛ばすとギットギトになるの、脂っこくて、うん、で今1時間やったっていうのが手間の部分で、脂が抜けてんのよ。だからあっさりとまでは言わないけど、脂肪分がゼラチン質に変わるんだよね、ちょっとね、うん、脂がどんどん あの工程を増やせば増やすほど、その油が抜けていくっていう作業。要は油っこくてギトギトのっていうのが抜く作業をやったの、今の。1時間を。あれをやんないともうギットギトの油まみれの、なんだこれっていう。もたれるわっていうのになっちゃうの。もっていつも30分ぐらいだけどね。油が出てきちゃうけど。うん。まあ人によるよね、そのさじ加減だよね、そこは。冷ましてさ、白い部分を取る。でもあんまり食べると痛風になるよ。何を？ん？あのゼラチン質を。あ、そうなの？人体だから。でも和田さんはビールを飲まないから大丈夫。ビール一切飲まないね。あのゼラチン質のところね、婦人体っていうのがあって、それを取ると痛風になるんだって。うーん、ビールにもあるの。へえ。だからビールの人は痛風になりやすいんだ。はいはい。いや、なんかすげえ疲れたな。どっとなんか、仕事をした感が半端じゃない。どっと疲れた。くぼもんさん、www。ただこれ食った時に感動があるからね。いや、でも、くぼもんにはぜひこれを体験してほしいよね。うん。うまいよね、実際ね。うまい。うまいぞ。うまいよ。醤油だけで煮てもうまいぞ。クモモンさん、感想聞ければそれで満足だわ。あ、そうなんだ。いや、分かってないな。チャーシューは自分で作らないとダメなのに。味をね、調整できる。自分の味にしていくの。ねえ。醤油だけで作るのしょっぱくてうまいよね。うん。ラーメンに乗ってるチャーシュー風と角煮風のチャーシューがある。うん、もんちゃんの中では。そうそうそう。でも醤油っぽいのも好きだよ。うん。少し甘みが効いてるのが好きだけど。うん。
今日はちょっとしょっぱめ作った。うん、今日はしょっぱい。うん、要はザ・チャーシューだよね。うん、ラーメン風。てかデヴィ夫人すげえな。ツイッター結構社会派だな。デヴィ・スカルノ。まあこの人頭めちゃくちゃいいかな。うん、あ、フォロワーゼロなんだ。誰もフォローしない和道スタイルだね。うん、3人今フォローしてるけどね。ゴージャス。ダンカンさんがツイッター始めたんだよね最近。むしろマリルゴーンさん、焼き豚とは全く違う。焼き豚一緒だよ。焼き豚のことをチャーシューと世では言うんだけど、マリルボーンが焼き豚を、キリコトシヤさん、チャーシューを炙ってもうまいよ。あ、そうね、最後ね、バーナーでね。いいじゃん、いいよね、バーナーでバーってね。あのね、こうやって焼いてから、うん、炭焼き風に焼いてからジョボーンってつけるとこもある。炭焼き燻製みたいにするってこと？うん、あの最初にフライパンで焼くの、表面を。俺焼いたよ。うん、それで焼き豚っていうの。え、のんちゃん焼いてなかったの今まで。うん、え、焼いてなかったの、のんちゃん。うん、マジで言ってんの。俺焼いたよ。うん、あ、じゃあ作り方がやっぱちょっと違うね、俺とのりこだと。俺は焼いたもん。のんちゃんは焼きの工程入れなかったんだって。マリルボーンが言ってる焼き豚とは違うの。焼き豚が何だか分かんないな。でも全部オーブンで作っちゃう人もいるよ。え？醤油の味はどこ、どういうこと？オーブンって塗るの。塗る？味を塗るの。ああ、そういうタイプね。うん、うん、あの骨肉のさ、うん、あのなんだろう、鶏の骨肉のさ、大きいさ、もも肉あるじゃん、うん、骨付きの、うん、あれをオーブンで焼くみたいに。ほうほうほう、なるほど、スペアリブっぽくね。うん、いや、なんか疲れた。出た、走りたくない病が出た。うん、うん、ツイートしよう。マリルボーンさん、贈答品のハムと詰め合わせてある焼き豚のこと。それはだから、あれを真空パックしてるだけだって、今作ってるの。でもあれなんかさ、贈答品とかのってハムっぽくなってるよ。ハムっぽくなってる、そう。なんで作り方がこういうに、いや、だからこれ保存効かないからだよ。そっか。だから、あんなのはまずいよ。あれは、ハム屋さんのチャーシューだよ。あれ、うまくない。コンビニとかで売ってたりするチャーシューとかまずいよ。あれ、だから、ハムにしてからさ。そう、ハムにして、そう。やってんだね。だから、そう。あんなのじゃないよ。俺が今作ってる。本当にうまいから、もう食わせてよな。本私も焼き豚とチャーシューって別のイメージだった。こんなにうまいものない。ね、グツ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 言ってるから火加減見てきて。ちょっと強いかも。いや、強いかもしんない。俺の中では強い。あれ、肉硬くなるから。うん、俺はあれ強いと思うから、ちょっと弱くしてほしいね。2にしてきた。うん、縛って売ってたな、あれ。俺が縛ったんだよ。本当？そうだよ。すごい、うまいね。うん。
シュワって売ってたのかと思った。いい肉だし。違うよ、俺が作ったんだよ。すごい丸くなってる。うん、ツイートします。写真ツイートしました。大変だこれ。そうだね、いい感じだ、うん、これはうまくできるよ、うん、いや眠い。走るか走るか。じゃあふわっちに移動して僕はトレーニングします。走ってくるわ、のんちゃん。もう残りの体力を使って。じゃあ皆さんありがとうございました。チャーシューは残り2時間でできるんで、トレーニングに行って帰ってきたら食べましょう。コンティニューコイン投げてください。コンティニューコイン投げて。あ、もしよかったらコンティニューコイン投げてください、皆さん。やべ、24枚しかない。うん。コンティニューコインお願いします。いないかな？もうみんな寝たでしょ。のんちゃんが投げておった。うん。2枚しかない無料分。うん。そっか。じゃあ皆さんお疲れ様でした。おつおつ。あー、マリルボンありがとう。ちょっと待とう。もしかしたら無料分があるかもしんない。まあ、いっか。お疲れー。